飽きちゃったんですよね。どうも今村です。僕にはですね、自分ではどうしようもない性格上の欠陥というものが結構たくさんあるんですけれども、その一つにですね、秋っぽいというのが、ございます。僕非常に秋っぽい人間なんですよね。ある瞬間に、あ、これめっちゃ好きだなって思ったものがあったりしたら、ね、すぐまた別のものがすごい好きになったりとかね、面白いと思ったり、しちゃうわけなんですけれども、でその傾向がね、スマートフォンにも結構あるんでございますよ。はい、こちら僕が今使ってる iPhone XR でございますけれども、3ヶ月4ヶ月使ったと思うんですけども、ちょっと飽きてきていやすごいいいスマートフォンなんですよ。僕赤好きだしね、プロダクトレッドとかね、すごくかっこいいと思って使ってるんですけど、普段使いしてると若干こう若干くどいんですよね、こういうこう鮮やかな赤っていうのは。で、ちょっと別のパターンも欲しいなと思うんですよ。という感じなんで、ちょっとケースかなんかねつけて気分を変えたいなとも思ったりもするんですけれども、僕裸族なんですよね。裸族というのはですね、ケースをつけずに、スマートフォンを使う人々のことを言うわけですけども、ただでさえ、ちょっとガラス製でね、重い iPhone ですから、ケースとかつけずに使いたいし、側を大きくしたくないっていうのもあって、僕は最近はもうずっと裸族なんですけれども、やっぱりちょっと飽きてくるわけですよ。ケースかなんかつけたいなと思うんだけど、でもやっぱり裸族がいいなという感じで、でもちょっと飽きてきたなみたいな、そういう葛藤というかね、こう悩みがあるわけなんですけども、それをちょっと解決してくれる製品を今日はご紹介したいと思います。はい、でかいな。このパッケージご存知の方もいるかもしれません。すごいめっちゃイラストが書いてありますけども、ここに DB というロゴが書いてあります。これはですね、D ブランドというところの iPhone スキンシールでございます。つまりですね、ケースをつけるのではなくて、ここにスキンシールを貼ることによって iPhone を保護しつつで、気分も変えていこうぜというのが今回の僕の魂胆というわけで、ちょっとやっていきましょう。はい、というわけでこれがそのパッケージです。もうこれが封筒になっていて、このまま届きました。オンラインストアで買えます。これをですね、開けていくとですね、こういう感じになっていて、今回僕はですね、3つ購入しました。わ、白飛びしてる。白くて分かんないかもしれないですけど、こういうね、 MacBook Pro の、スキンシールと、全部白なんですけどね、これ iPad Pro 用のスキンシールと、iPhone XR 用のスキンシール買いました。この D ブランド、いろんな種類、いろんな模様、いろんな色のスキンシールがあるんですけども、もう今回はシンプルにちょっと白に統一してみようかなということで、全部白にしてます。じゃあ今日はこの iPhone XR のちょっとシール貼ってみようと思います。で、 iPhone 用のスキンを買うと、こういう感じで2種類送られてきます。これが縁まで全部カバーする用の、シールですね。これの方がね、貼り付けるのはちょっと難しい。で、こっちが背面だけ、要はここだけか、この縁まで全部覆うかの違いです。一回注文するとこれが両方入ってきます。で、好きな方を使えばいいという感じですね。僕は今回ちょっとこっちにしてみようと思います。あとはですね、こういう感じでここのカメラに貼る用のシールも入ってます。縁取りが大きいものと小さいものの2種類が入ってますね。これも後で使っていきましょう。で、この D ブランド親切なのが、こういう感じでですね、YouTube 動画で各スキンの貼り方っていうものを解説する動画を公開してくれてるんですよ。だから、英語にはなるんですけど、これを見ながらですね、スキンを貼れば、ちょっとこういう難易度が高そうなシールでも、ちゃんと貼るんじゃないかというような感じで、結構ね、親切なんです。で、僕も今回これを見ながらちょっとやっていこうと思います。まずはこいつをきれいにしてあげましょう。結構ね、指紋とか汚れがついているので、クリーニングクロスも付属してますので、こいつで綺麗にしてあげます。で、まずはですね、こいつ慎重にまず剥がします。ちっちゃいパーツがちょっといっぱいあるんで、破れちゃったりすることもあるらしいんですけど、ちょっと慎重に剥がした上で、この上の部分をこうちょっと紙からはみ出させて、もう一回貼り付けると、この状態でライトニングコネクタとスピーカーの位置を合わせるそうです。
これいったんじゃね。でこれでちょっとプレッシャーというかちゃんと貼り付けてあげると。ちょっと貼り付けた上でですね、ここをこうドライヤーで温めると、これでちょっと柔らかくなったこの部分をしっかりと貼り付けてあげますよということみたい。これをやんないと中に空気が入りますよということみたいですよ。うわ大変や。でこれができたら今度はこの紙をまた外して横にしてですね付け直すと。でこの状態でカメラ位置を合わせるとのことですね。ちょっと歪んでる気もするけど、でここまで来たらこの紙を抜き、よっ歪むけど大丈夫か大丈夫か大丈夫か、 OKOKOK、 いい感じいい感じ、 OK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 、 来た来た来た、いい感じ、今のところいい感じです。で次はですね、今度この上部分、ここをまたドライヤーで温めると。こいつを温まった、こいつをですね、あんま温まってねえな。でこれで温まったこいつを今度は内側に折っていく。ふんふんふん、うわぴったり、もう完全にぴったりですね、すーげえ。で次は左側をまたドライヤーで温めるよ。でこれでまた折り込んでいくと。このスリープボタンのところとかね、ちょっと気をつけた方がいいっすよね。よっよっ、基本的には内側から外側に向かって力をかけていくと。 OK、 SIM カードスロットも大丈夫そう。ちょっと一回温めておきましょう。 OK、 でもう一回しっかりと接着していく。こういうのはやっぱりね、最初にどれだけ圧着しておくかってことがね、その後の強度に影響しますからね、マジでしっかりやっといた方がいいと思う。ここの耳のビロビロを残したまま今度右に行きます。で今度はここの角がちょっと浮いてるので、こいつにドライヤーを当てて圧着していく作業になります。オッケー、四隅が終わりました。そして最後にここですね、ここの耳、これがね一番ちょっと大変っぽい。しっかりこれもドライヤーで熱してあげながら、徐々にこのエッジに向かって、伸ばしていくような感じみたいです。はい、というわけで腫れました。最後にここのエッジのところをこのクリーニングクロスで20回ぐらいこすって、なんだ、馴染ませてあげるみたいですね。あとはこのレンズのところのシールも最後に貼っていこうと思います。よしできた、できました、イエーイ。はい、というわけで、D バンドの iPhone スキンバッチリ貼ることができました。すごいね、
いい感じですよ。こちら iPad Pro とですね、MacBook Pro も今回一応おそろにしてですね、全部白いスキンで統一してみました。iPhone が一番複雑なので、これが一番難しかったですけど、やっぱりビデオがあるのがすごい大きいですね。ビデオがあったおかげで、なんかこう、全然こう、なんか戸惑わずに、もうどうしたらいいかわかんないってこともなく、すごいこう、まっすぐ最後まで来れたので、すごい良かったかなと思います。まあ全編英語なんですけど、動画がついてるので、まあ英語はわからなくても大体何やってるかわかると思うので、はい、英語がわからない方でも、ビデオを見ながらやることを僕はお勧めしますね。で、実際貼ってみた感じなんですけど、すごいね、やっぱね、精度が高いから、めちゃくちゃ iPhone に馴染んでます。もう最初からこんな感じだったぐらいの感じで、精度は高いです。で、やっぱり、その自分だけの iPhone 感出ますよね。オリジナルの iPhone 感出るし、やっぱ iPhone がね、もっとね、好きになる感じはありますね。うん、すごくね、質感もいいし、とても気に入ってます。あとは、もう単純に、側を大きくせずに、ケースとかつけずに iPhone をしっかりガードできてるので、すごい安心感がある。だからまあケースつけずに使いたいんだけど、iPhone しっかり守りたいって人にはすごくおすすめできる製品かなというふうに思いました。最後にですね、ちょっとこの D ブランドの、まあ、販売サイト、このスキンを売っている E ショップを見ていきたいんですけれども、はい、こんな感じで、トップページがあるんですけども、このショップっていうところから、一番目のスキンですね。これを選ぶとですね、よ。はい。こういう感じで、すごくね、たくさん、もうデバイスのレパートリーがあるんですよ。この辺から iPhone、MacBook、Nintendo Switch、Galaxy、OnePlus、Pixel とかね、iPad とか AirPods までありますし、もうほとんど世の中で流通してるメジャーなデバイスはもうカバーしてるんですよ、このサイト。ちょっと古いデバイスとかも全然取り扱ってくれてます。で、例えばこれで iPhone を選ぶじゃないですか。で、じゃあ iPhone、今回同じように 10R 選びましょう。そうするとこういうページが出てきます。こういう感じね。で、ここで、例えば僕だったらまずこのデバイスカラーっていうのを赤にするわけですよ、レッド。そうするとこの画面の iPhone の色が赤に変わってくれます。で、バックカメラってあるんですけども、まあ、とりあえずバックのままで OK です。アップルカットアウトはとりあえず置いておいて、テクスチャーってのがあるんですよね。で、ピックアスキン、これを押すとですね、こう、うんと出てくるわけです。これが全部選べます。めちゃくちゃ多いんですよ。こう、テクスチャーがすごいたくさんあって、例えば上のマトリックスってのを選ぶと、はい、こういう感じで、送られてくるフルカバーと背面カバーの2枚のプレビューが見れるわけです。で、ここでアップルカットアウトってやつを、押すと、こうリンゴを切り抜くかどうかっていうのが選べるわけですよね。 With Apple Cutout だとリンゴを切り抜いているバージョンで、これがノーになるとリンゴをまあもう埋めちゃうというか、もうリンゴも含めてカバーしちゃうような、スキンになると。で、これをこうやってこうやってこれちょっとなかなかだけど、こうやって例えばこういう大理石っぽいスキンとかもあったりとかして、こうやってね、もう遊んでるだけですごい楽しいわけですよ。あ、これがいいかな、これがいいかなとかね、よっ、こういう感じで選べるわけですよ。なので自分が持ってる iPhone と合わせてみたときに、どういう、まあ、見た目になるかってことを確認しながら、こうやってたくさんあるスキンから、自分が欲しいものを選べるわけですね。で、こっちカメラってのを触っていくと、今度カメラに貼るスキンの色も別で選べます。例えば青とかにするとカメラの部分が青いスキンで縁取られる感じになったりとかね。もうこういうのがさ、楽しいよね、本当に。で、こうやってデバイスの色は、あ、まあ、変えて色合いを確かめたりとかすることもできますね。で、値段はですね、14ドルしないぐらいなので、まあ普通の iPhone ケースと比べてもまあ同じぐらいか、まあちょっと安いぐらいかなといった感じで、結構そのチャレンジしやすい値段になってるのかなっていう感じがしますね。今の販売サイトのリンクは下に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今日はこちら D ブランドの iPhone スキンでございましたけれども、まあ貼るのにね、結構その時間とあと集中力が必要なので、まあ大変ではあるんですけども、出来上がった時のね、こう満足感とかね、自分だけのもの感はね、すごいですし、まあ完全にこう iPhone と一体化しているかのごとくのこのスキン、しっかり iPhone をガードしながらもね、オリジナリティを出せて、しかも iPhone のその大きさがほとんど変わらないというところはね、僕ね、結構ね、いいなーっていう風に思いましたね。家族なんだけど、自分の iPhone にちょっとアクセントが欲しかったりとか、あとは綺麗に使ってあげたかったり、あとはまあ自分だけのオリジナルの iPhone の、まあ見た目みたいなものをちょっと追求したい人とかにはね、すごいおすすめできるんじゃないかと思いました。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。今村でした。じゃあね、バイバイ。